はい、こんにちは。バーチャンネルマイハルです。今日はこちらですね。うん、ポケモンカードサン&ムーンナイトユニゾンです。はい、こちらですね、2019年1月11日発売の、拡張パックですね。うん、で今回もこれの、開封対決やってみたいなと思います。ちょっと11日発売って知らなかったもんで、うん、次回はポケモンのバトルやるって言ってたんだけど、うん、今日も開封対決やっていきたいなと思います。はい、じゃあ今回はエイシン君、シャッフルしてで配ってください。うん、ルールは前回と同じにしようか。うん、よりレア度の、高いもの、そして枚数を取った方が勝ちにしましょう。絶対勝つ。今回も地獄の30秒間があります。やっていきましょう。うん、はい、では私の1パック目、マダツボミ、トゲチック、トサキント、フェアリーチャーム、アズマオ。じゃあ僕の1パック目、毒クラゲ、シュシュプ、キバニア、ゼロホロ。レアだね。お、ゼロルド。はい、サメ肌。はい、では私の2パック目、コンパン、ウパー、ゲコガシラ、マーシャドウ、これもレアですね。うん、フレフワン。僕の2パック目、マーイーカ、ケロマツ、ラッタ、ウオー、フェアリーチャーム特製。はい、私の3パック目、ピカチュウ、メノクラゲ、デンジレーダー、ウツボット。僕の3パック目、デンジムシ、トゲピー、アゴソムシ。あ、デデンネ GX、やったダブルレアですね。やったー、 GX カード出たか。やった。次がアンズ。はい、私の4パック目、ベロリンガ、びっくりボックス、マダツボミ。おお、月光画だ。え、ちょっと待って、これレアか。あ、かっこいい。でもこれ一瞬ね、ちょっとすごいのかと思ったけど、レアでした。ポケギア 3.0。じゃあ僕の4パック目、マダツボミ、キバニア、デンジムシ、クワガノ。レアだね。おお、サメ肌。はい、では私最後の5パック目、ここで GX 来てほしい。ベロリンガ、毒クラゲ、グライガー、レアのカラマネロ、アンズ。以上でした。じゃあ僕も最後の5パック目、コンパン、ラッタ、シュシュプ、アズマオ、デンジレーダー。以上ですね。はい、集計が終わりました。パパが出たのはこちらのレア3枚ですね。エイシン君はレア2枚の GX1 枚。あ、じゃあまあ枚数的には一緒だから引き分けかな。違うよ、僕は GX があるよ。ダブルレア、パパが地獄の初直力間。じゃあまず出たカード見ていきましょう。はい、ということで私が出たカードはこの3枚だね。うん、カラマネロと月光画とマーシャドウですね。うん、月光画は2進化だね。うん、エイシン君が出たレアの2枚はこちらですね。うん、ゼロラとクワガノ、クワガノは2進化だね。あ、本当だね。はい、そしてこちらのデデンネ GX 出ましたね。よかったね。うん、ヒットポイントも結構高いしね。うん、しかもこれ最初にあれみたいよ、最初に手札からベンチに出た時にデデチェンジって使えるみたいよ。お、手札を全部トラッシュに入れて、うん、6枚山札から引けるんだって。お、結構いいよ ね、うん、これね。はい、ということでですね、今日は、ポケモンカードサン&ムーンのナイトユニゾンやってみましたね。うん、お店でこの種の EV をもらいましたね。うん、あとこういうプレイマット、うん、プレイマットもあるんだって。これどうなってる、こっちプレイマット。あ、本当だ、プレイマットだ。2人分の。2人分いいね。これはいい。対戦とか対戦の仕方が書いてある。あ、これはすごい、 ありがたい。そしてこっちにはポケモンカードを徹底解説。本当だね、これちょっとちゃんと見ときましょう。うん、あ、じゃあ次回はこのプレイマットを使って、うん、今度こそバトルしていきたいんだけどね。このね、ダメ缶も買ったのよ。アクリル板のダメ缶。おお、うん、すごい。これも使ってみましょう。うん、はい、ということで今日の動画が面白かった。うえー、ダメ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 、地獄の30秒間を忘れている。そうですね。何をやればよろしいんでしょうか。前回も僕は苦しんだポケモンのモノマネ。はい、ではまた iPhone でタイマーで30秒、よーい、スタート。ギーゴー、ギーピカチュウ、ピカピカ、ピカチュウ、ピカピカ、ピカチュウ。
カピー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 カピカチュウブリーブリー大変だったっしょ。一応ね、あのほらゲームの音あんじゃん、ゲームってあのああいうやつ、あのギャラドスとかやったんだけど、分かったかな。まあギャラドスっぽかったけど分かんない。分かんない、うん、あ、そうっすか。あ、残念だな。みんな分かってくれたかな。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画はいつもとこんでてますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバイ。次回はポケカバトルだ。